矢掛町役場面白道場。レディオモモをお聞きの皆さん、こんにちは。矢掛町長の山野道彦です。今日はにぎわいのまちづくりをテーマに、矢掛町の魅力をお話しいたします。矢掛町役場面白道場、この番組は矢掛町の提供でお送りします。皆さんこんにちは。レディオモモパーソナリティの川田直です。今日スタートの新番組、矢掛町役場面白道場。この番組は岡山市からおよそ1時間矢掛町の魅力を発信していく15分間です。放送は第1、第3木曜日午前10時40分からで、翌日午後2時45分から再放送します。初回のゲストは、番組冒頭でご挨拶いただきました矢掛町長山野道彦さんです。山野町長、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。矢掛町の魅力を発信していくという番組なんですけれども、こんなに矢掛町は素敵なんですと PR しましても、場所が分からなければ行くことができませんよね。まずは矢掛町は岡山県のどのあたりに位置していて、岡山市からどのように行けばいいのか教えてください。はい、矢掛町は岡山県の南西部に位置しておりまして、東が倉敷市、西が井原市、南が浅口市、北が高橋市、そして少し隣接しているのが笠岡市と総社市、つまり6市に囲まれております。はい、分かりやすく言えば、岡山から矢掛まで40キロ、岡山倉敷矢掛というルートが一番分かりやすいかというふうに思います。はい、それで矢掛、にどうして来るかということになれば、電車では岡山から白尾線で清根まで来ていただいて、茨鉄道に乗り換えて矢掛の駅と約50分ぐらい、そしてまた自動車ですと岡山から西へ来ていただければ倉敷ルート、鴨方ルート等で来れて、約1時間ぐらいかかるというふうに思います。そして今回のテーマはにぎわいのまちづくりということなんですけれども、矢掛町の新たな魅力を3つのキーワードでまずご紹介いただけますか。はい、1つ目が観光元年、2つ目が古民家再生事業、3番目が矢掛屋です。はい、ではその3つのキーワードについて、順番に詳しく教えていただけますか。はい、まず最初の観光元年ということですが、はい、これは町の振興計画で、優しさにあふれ快適な元気な町10年構想、はい、それの最終版になっておりまして、元気な町の実現ということになりますが、これを、にぎわいな町で実現しようということであります。そういう中で、この観光に力を入れる、つまり本陣、脇本陣が全国で国の重要文化財で健全に維持されているという町は全国でも矢掛町だけだというふうに言われております。はい、その800メートルの間が町並みでありますが、このトータルを生かして、観光に力を入れていこうという意味で、そしてまた人口が減っている中で、魅力を全国に発信し、矢掛の存在を維持して、これから住んでいる子どもさんにもその魅力を発信しながら、観光に力を入れていこうというふうに思っています。はい、主な取り組みとしてはどうでしょうか。主な取り組みといたしましては、やはりこの町を整備する古民家再生事業を生かしながら、そしてブランドの矢掛の特産品等を皆さんに宣伝しながら活性化を図っていこう。これは今まで町を挙げての観光というのは取り組んでいなかったので、あらゆるこの広報媒体も含めて観光に取り組んでいくという姿勢を表す意味であります。そして続いてのキーワードが古民家再生事業ですよね。そうですね。はい、今どんどんこの個人の財産がゆえになくなってきてます。はい、早くこの保存しなければいうことで、このタイミングに多く4人の方が、1人の方は寄付しましょう、1人の方は
取り壊します、一人の方は売却します、メインの施設がそういう状況が起きたのでいろいろ考えた挙句古民家再生を実現したらということですが、大変なお金がかかる、はい、国の補助事業を活用して古民家を直すところについては国の 85% ぐらいの助成、それから新しくするところについては 70% の助成という財源を確保しながら今再生をやっておるということでございます。はい、古民家再生ということですから、昔ながらのいいところは残しつつ、そして現代の風も取り入れつつといった感じでしょうかね。まさしくその通りです、はい、もうできるだけ古いものを残す、それがかなり年数かかってますのでどうしても維持できない、そこへは新しいものを入れ替える、そういうふうなのがこの古民家再生事業です。国土交通省文化庁それから関係者から非常にぜひこの赤城の再生を残してほしいという意向もあります。はい、そして2014年の2月には矢掛町屋交流館もオープンしましたよね。まず一番大事なのは、古民家も大事ですけども、やはりよそから来られてまずいろいろな説明ができる場所、交流場所がないの で、はい、昨年町屋交流館というのを作っておりまして、そこが多くの観光客の一つの集まり場所でもあるし交流場所になっておるということです。はい、どうですか1年経ってみて。かなりですね、はい、1年間たくさんのイベントをやったことによって、非常に、存在感とか今矢掛町の姿というものが宣伝できたかなというふうに思ってますね。はい、そして続いては矢掛屋というキーワードについて伺いたいなと思うんですけれども。はい、今のハード的にはですね、観光そして古民家的な事業が展開していますが、つまりこれをどういうふうに運用していくかということでございますが、町といたしましてはこのトータルをこの町屋交流館の方へ、指定管理をお願いして、ここがテナント募集をして矢掛屋さんがこれからスタートする矢掛屋本館と温浴別館という名前をつけてスタートいたしますが、ここが運営をしてくるというふうになります。はい、その中の一つが矢掛屋本館の方では宿泊施設と食事どころ、ちょっとバーと飲み物を飲めるようなところも備えて、そしてまたその中へテナントが入れるような施設がこの矢掛屋本館にあります。はい、もう一つは温浴別館というのがございまして、ここも宿泊施設と、ここの特色は温泉です。ここはそこへ温泉が出るかということに関しては持ち運びの温泉になりますけども、入湯税を取るということから言わせば、温泉の正面になろうかと思いますが、それを一体的に運用していくと、それは矢掛屋が運用していくという意味です。はい、そしてオープンはいつぐらいでしょうか。はい、今建築がもう終盤にかかっておりまして、2月末を目標に今工事が進んでおります。はい、オープンは3月21日にこの矢掛屋がオープンするというふうになっております。はい、じゃあこれからね矢掛屋オープンということで、こちらも楽しみなんですけれども、今町長にたくさんご紹介いただきました。もう本当に魅力あふれる矢掛町ですけれども、この番組矢掛町役場おもしろ道場では次回からも多彩な顔ぶれの、ゲストをお迎えしてというふうに予定しているんですけれども、岡山市を中心とした聴取者の皆さんに向けましてどのようなことを発信していきましょうか。これから次々といろいろなゲストが説明すると思いますけれども、年間を通じたその多彩なイベントを発信するというふうに思います。多少具体的に話をしますと、ウィンヒルコンサートとか、ニューヨークシンフォニックアンサンブルとか、矢掛町独特の大名行列、第40回になりますけれども、今年は記念年と40回の記念年ということで、プロの俳優さんに来ていただこうというふうに、中でいろいろな情報を発信をしたいというふうに思っています。でもう一つは、自慢の特産品の情報、ブランド40品目ごとございますので、そういうことも紹介しながら矢掛町を知っていただければというふうに思います。たっぷりとした魅力をお伝えていきますので、ご期待していただきたいと思います。はい、ではおしまいにお聞きの皆さんに
矢掛町にお越しくださいというメッセージをですね、山野町長からお願いします。はい、矢掛町では今年から大きく動き始めています。期待をしていただきたいと思いますが、矢掛町の歴史的な町並み、それ以外にも吉備真備公園とか県の重要文化財二桁亭等々魅力いっぱいございます。ぜひ矢掛町へお越しください。矢掛町長山野道彦さんでした。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。矢掛町役場面白道場、 面白道場。さてスタジオには矢掛町秘書広報室赤澤さんにもお越しいただいています。これからよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この番組は毎回ゲストをお迎えして矢掛町の様々な魅力を、お伝えしていけたらと思ってます。はい、イベントの詳細ですとか、まあ、そのイベントの意外な楽しみ方、そして観光情報、それから先ほど町長も申しましたように自慢の特産品情報まで、たっぷりと矢掛町の魅力をお伝えしていきます。はい、川田さんの方も、はい、サポートの方よろしくお願いします。頑張ります、はい、よろしくお願いいたします。またですね、番組の感想、それから矢掛町への提案であったりとかコメントなどお寄せいただけると大変嬉しく思いますので、矢掛町の公式 Facebook 宿場町矢掛にメッセージをお送りいただければと思います。はい、さて今回は山野町長ににぎわいの町づくりというテーマで、観光元年、古民家再生、そして矢掛屋の3つのキーワードでご紹介いただきました。古き良きものは残しつつ、そして現在の風も取り入れることによって、様々な年代の方にゆっくりと楽しんでいただけますよね。そして、歴史香る文化の街ということで、昔ながらの街並みを見ていると、どこかほっとした温かい気持ちになります。3月にオープンする矢掛屋が、どのような賑わいの拠点となるのか、こちらも楽しみですね。また、矢掛町といえば、ホタルも有名ですよね。矢掛町 PR キャラクターのヤカッピーもおしゃれポイントとしてホタルをイメージした烏帽子を身につけていますが、宇内地区は昔から源氏ホタル発祥の地とされています。私も見に行ったことがあるんですけれども、シーズンになると幻想的な光の帯を楽しむことができます。そんな数多くの矢掛町の魅力をこれからもたくさん発見していきたいと思います。今日スタートの新番組、矢掛町役場おもしろ道場、放送は第1、第3木曜日午前10時40分からで、翌日午後2時45分から再放送します。次回は3月オープンの矢掛屋をテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。矢掛町役場おもしろ道場、この番組は矢掛町の提供でお送りしました。